あ、いいですよ、漫才を一言。皆さんにおすすめがあります。なんかその AI が楽を、はい、こう実現してくれるってことを、AI を使わずに実感する簡単な方法があって、晩ご飯を抜くことです。暇になります。ちょっと待って。ちょっとびっくりするわけなんですよ、みんな。みんなね、1日のうち2時間とか1時間半とかをご飯に費やしてるんですよ、はいはい。で、ご飯食べないぞって決めると、ご飯食べないじゃないですか。時間使いませんよね。そうすると、ぽっかり時間が空くんですよ。でこの感じって AI が何かを雑務を片付けあっという間に片付けてくれた時と僕の中で完全に一致したんですよ。なるほど。めっちゃ暇だと思って、でこの時に何を考えるかが人間性問われてるなと思って、なんか生産的なことをしようと思う人もいればなんか寝ちゃえっていう人もいるだろうし、なんかここをこう占ってみてください皆さん。なんかその1時間半とか2時間1日で何かしなきゃいけないと思ってたのに何もしなくなった時に自分は何をするのかっていうのをちょっとこう日常的にこう、はい、考えたりするといいんじゃないかなと。すいません、最後変な話になってしまいましたけど晩ご飯で行くよ、ね、だいたい最後変な空気感にして終わるみたいな、ね、感じあるよね、竹中さん。すいませんありがとうございます。これもちょっとこの AI 自身に聞いてみたいなと思うんですけど、今回のテーマが AI メディアとかニュースで、あなた この対する回答の確からしさをなんか数値化してほしいのと、その根拠を知りたいっていう感じ。あなたのっていうか AI、 そうですね。例えば、2020年起きた殺人事件何件ですか、でそれに対する回答を言ってくれるじゃないですか。でそれの確からしさを何でしょうね、パーセントの差なんか分かんないですけど評価してもらって、その根拠を一時情報をどれからやってきた、この情報をやってきたら多分私の言ってることは 80% するぐらいですね。なんかニュースとかそういうメディアを扱うので、なんか AI 自体がどんぐらい確からしいことをその答えてるのかとか、数値化できたら。なるほど。じゃあ僕が工学的な観点から一つ最近分かったことをお知らせすると、伝統的に、GPT のようなもの、機械学習は、人間の脳を模すっていうことを、ニューラルネットワークという形で、進んできたんですね。で、ニューラルネットワークって神経のネットワークなんで、その神経を参考にするわけです。で、今までは、脳のゲートは、哺乳類の脳のゲートっていうか、その細胞は、&っていう掛け算と、オアっていう足し算、この2機能しかないと思われてたんですよ。けど、これ、先月だと思うんですけど、人間の脳にも XOR っていう機能がある。つまり、どういうことかというと、XOR っていうのは、2つの入力が違う時だけ発火するっていう、今までないと思われてた機能を発見した学者がいるんですね。医学者がいて。で、これは、要はどういうことかというと、GPU が単純な計算をいっぱいすることで、人間の脳みたいになってきたっていうのが今なんですけど、そこにはそういう人間の脳には XOR なんてないだろうみたいなことを前提の発展があったんですね。でも、あるんだから、ちゃんとこれからその成果を入れようよみたいなことが進むんですよ。で、今、もう一つの事情としては、その計算問題が解けないっていう、割と有名な問題というか、ハレーションがありますよね。で、こういうものは、なんかその、別の、脳の中で別の機能があるんじゃないかっていうふうに、仮説がいっぱいあるんですけども、でも、その、and と or と、not もあるんですけど、XOR が発見されたことで、とても、進む可能性があるんですよね。その、論理演算の一番基本的な部分、XOR さえあれば、すべてが、コンピューター、機械のコンピューターだと、XOR があれば、and もできるし、or もできるし、みたいな、その基本中の基本なんですよ。だから、これで、よりコンピューターに近い人間の脳が、人間の脳のような働きをするコンピューターにフィードバックをされるっていうのが、多分来年です。で、それに対応するような GPU も多分出てきます。だからちょっと楽しみですねっていうふんわりした答えしかならないんですけど、そういう基礎科学レベルのところで発展もしているので、5年10年先はもう本当に読めないですね。いくつか出す。はい、皆さん、お待たせしました。はい、じゃあ、どうぞ。はい、失礼しましょう。はい。
私の考えを述べると、まずバイアスの排除と多様性の保持が重要です。 AI が生成するコンテンツは、まあ、だからですかね、まあ、ドンピシャ的な回答ではないかもしれないけれども、まあ、こうあるべき的な。2番目はあのクレジットと操作のこと言ってるし、3番目は、ね、コレクションも含めた、要するに転生機能とあとオペレード的な立ち位置っていうのを提示してる、マジャリズムの語原則に沿ってる、まあ、いい回答ですね。いいね、 AI 不思議。あの倫理が最後に出てくる理由がちょっと推測できるんですけど、あのこれチャット GPT インターフェースですよね、おそらく。チャット GPT はなんかそういうものを強く守るような縛りがかかってるんですよ。で、API はそこ外せるので、なんかあの最後倫理を言わないみたいな、あのインターフェースを作るためには API を生の状態で使うっていうのはすごく効果があると思います。なるほど。やっぱりこの間のお家騒動もあったし、倫理をちゃんと言っとくみたいなのになってるかね。そうですね。バリエーション本当怖いんで。これだって AI ウエスキーっていう GPT ウエスキーになっちゃってますよね、今ね。そうです、ね。これは他のね、うん、ところとカスタマイズしながら、うん、もっと多様性のある、そうですね、多様なね、答えが出るような AI も多分、次の時はもうできてると思いますね。うん、確かに。まあ、でも出来たて、生まれたてですか、これ。1日しか経ってないから。すごい簡単に言うと、不謹慎なそのウエスキー、AI ウエスキーを作るっていうのが今、難しいんですよ。でも、記録だとできないですか。え、記録だったら。あ、そうですね。そこが API をきちんと使えるようにしてくれれば、それはできると思います。あの画像でもね、ミッドジャーニーだとすごい倫理的だけど、あのね、ステブルディフィジョンだとね、もうスーパーエロ画像みたいなの出ちゃうし、そういう意味ではね、あの、AI によって性質が随分違うんだなと。これ暗くなったんだけど、また。そのすごいエロいのを追求するためにね、ステブルディフィジョン日本にブランチができるっていう噂、あまりデマですね。そうかもしれない。でも多分ね、そういえば一番最初のあの竹中さんのライブハウスのこれからの未来みたいな質問した時の答えに、はい、あのライブハウスに性の体験を求めてっていう、あ、言った、あったよね、言いました。あれはライブってことだよね。あれは生だと思います。性のそっちの性、はい、性ですね。生のですよね。はい。ちょっと引っかかった。完全に僕もちょっと引っかかってました。引っかかりましたよ、ね。はい、はい、わかりました。僕だけじゃなくてよかったです。2人だけでしょ、それ。いやいや、聞いてないでしょ。いや、そうしたら。はい。あと最後の質問。はい。先生、答えですか。はい。今日の AI イベントにふさわしいジョークはこちらです。なぜ AI は古いテニスプレイヤーなのでしょうか。なぜなら、どんなに頑張ってもネットにかかるからです。意外と面白いじゃん。どんなに頑張ってもネットにかかるからですよって。ありがとうございました。お後がよろしいので、まあ、じゃあ、2024年1月にまた皆さんにお会いできればと思います。なんかまた新しいなんかね、エンターテインメントを上杉さんが考えてきてくれるはずなんで。